陸上大阪陸上競技選手権22日大阪ヤンマースタジアム長井男子 100m 予選4組右ふくらはぎ肉離れにより実戦を離れていたただ周平27イコール住友電工が約2ヶ月ぶりに復帰レースに臨んだ一着となったもののタイムは10秒60追い風 09m パリオリンピック五輪 のの最終選選考会となる27日日開幕の日本選手権新潟、電ンカビッグスワンスタジアムへ、状態自体はタイムの通りで良くないが、しっかり上げていくしかないと自らに言い聞かせるように誓った。多田は21年東京五輪代表で、自己ベストが日本歴代6位の10秒01の実力者。今季は春先の屋内レースで好記録を連発し、 3月の世界室内選手権では室内60メートルの日本新記録、6秒52もマークした。しかし、屋外レース初戦となった4月29日の小田記念、広島、で右ふくらはぎを肉離れ、好調で五輪シーズンを迎えただけに、怪我をしたのは悔しかった。戻れるのであれば戻りたいと悔やむ思いもあった。ただ、そこで諦めなかった、友人や関係者からの、 まだいけるとの声も力に変え、懸命にリハビリを継続。気持ちが下がることもあったけど、やっていくしかないと再起をかけてきた。この日は10秒台前半を狙っていたこともあり、タイムはすごく悔しかったと反省も募ったが、日本選手権への日数は残りわずか。2位以内に入れば代表入りが有力となる第一番へ、感知しているとは言い切れない。無意識でかばっているところがある。 そこをどうにか一週間でやらないといけない。大変ですけど、見直してやっていきたいと見据えた。男子100メートルのパリ五輪リへの道出場枠は最大3で、サニブラウンがすでに内定しているため残りは2枠。30日までに同記録を突破した上で日本選手権、6月27から30日で優勝すれば内定となる。2突破や2以下の場合でも、 同選手権の成績や6月末時点の世界ランキング次第で代表入り。29日に予選、準決勝、30日に決勝が行われる。